ございました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。早速お邪魔します。どうぞ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 。入れますか。よいしょ。いらっしゃいませ。はい、じゃあ今日は、はい、美里さんの家にの街、うんうん、ルームツアーです。ルームツアーですね。はい、はい、じゃあ東京来ての新居ですか。はい、そうですね、うん、もう本当に引っ越してきてこっち来ては4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、うんうん、あの彼が2ヶ月前にこっち来てるんですよ。あ、だからそうだそうだ。そうなんですよ、うん、だから荷物がずっとその引っ越し分待ってる分とか、うん、ガチャガチャしててやっと本当にここ1ヶ月半ぐらいで、うん、段ボール全部捨ててとかいう状態なんです。やっと整った。整いました、うんうんうん、とりあえず早速見せてもらいましょう、はい、玄関から。そうなんですよ、玄関から結構さっぱりめな。そうなんですよ、ね、なんかそうそうここ置くやつですよね、シャリコ置いたやつワインが置いてある。そう、ワインがね、雰囲気で置いてきてるんですけど、謎の瓶もある。謎の瓶、こちらは本当はおしゃれなはずなんですよ。あの月川綾さんからいただいてで、これをすんごい無駄遣いしてる。もういい加減にしてほしいですよね、これ。そう、これは可愛いんですよ。ちょっとまだ生かしきれてない。そう、生かしきれてないですね、何も。早速、こっちの部屋は何ですか。そう、こっちの部屋は、村岡の洋服部屋です。こんな感じです。収納は基本的に私はもう全部かけてます。はい、お洋服の収納部屋はこんな感じです。すごい、すごいすごいですよね、これ。ただラック置いてるだけなんですけど、私はもう基本こうやってかけて保存してて、あの衣替えとかしないといけないんですけど、うんうん、まだ何にも間に合ってなくて、この辺にダウンとかも全然あります。まだ。あ、じゃあ、はい、実際は衣替えはする。はい、なんかしようかなと思うんですけど、うんうん、この家収納がなくて。あ、ここそこはなんかね、避難バッグとか入れてるんですよ。はいはいはい、ちょっとガチャガチャいろいろ入れてるんですけど。あ、なるほど。避難バッグとか入れてます。そっかそっか。え、一個おもろいのありますよ。何？あ、何？誰？待って。やばい。うちで視聴者プレゼントにしましょうかね。等身大パネル。等身大パネルプレゼント。はい、すごい。何年前、これ何年前ですか。目元の濃さ、目元の濃さ。でもなんか可愛い、うん、可愛い、なんかプリティじゃないです。なんか老けましたよね、これ見たら。お姉さんになった。なんかお姉さんになりましたね、うん、ちゃんと小物も綺麗にディスプレイされてて。これがなんかこういう細かいのとかはこの辺にガチャガチャ入れとけばちょっと様になるかなって感じで入れてて、うんうんうん、でこの辺は昔リエンダであのもらったノベルティなんですよ。あ、へえ、そうなんですよ。アクセかけみたいな感じです。部屋のこだわりポイントは。こだわりポイントはでも私は無機質な感じが好きで、うん、あんまりいろいろインテリアを置くタイプじゃないので、うん、パキッて必要最低限のものだけしか置いてないっていうのがって感じですよね。これで洋服全部。これで洋服、あ、でも全部です。意外と少ないよ、うん、なんか引っ越しがあったので、うん、ちょっと断捨離するきっかけにもなって、はいはいはい、結構これでも減った方です、本当に。でも多分これを少ないって言ってくれるのって結構アパレル病ですよね。確かにでもちゃんとジャンルとかに分けてかけて。そうです。色別とか、はい、なんかこれなんかやっちゃいません、これ。うん、やっちゃう。色はやっちゃう。色やっちゃいますよね、うん、だから逆に季節感ばらついちゃったりするんですけど、うんうんうん、なんかこれアパレルあるあるな気がして。じゃあ次の部屋に行きますかね。はい、はい、そしたら次上です。はい、何階建て。2階建てのロフト付きって感じです。あ、へえ。こっちの部屋何、このトイレ。そう、こっちがトイレ。あ、こっちが真正面トイレ。真正面トイレで、こちらは本当に無駄遣いの部屋です。なんもない。なんもない。ここなんもないんですよ。何する部屋。いや、なんかここめっちゃ迷ってて、うん、これ本当にリアルに迷ってるんですけど、うん、なんか動画撮影とかに使おうかなと思って。だから家具買わない、こっち側も、はいはいはい、動画撮影でもこのなんか元からついてたやつとかが嫌で。ああ、結構映っちゃう。そうなんですよ、うん、どうしようかなと思ってるんですけど、ここはゆくゆくなんかいろいろ撮ったりしようかなと思ってて何もできてない部屋です。すごい、ドレッサーしかない。はい、ドレッサーしかないです。ここで三宅さんの美は作られてる。はい、こんな感じでもうちょっとお見せできるようなあれでもないんですけどガチャガチャしてます。そうですね、鏡はこんな感じで、なんか自分の出勤の洋服とか撮るときとかに使
作ってます。もう大きくて素敵です。こっちの扉はリビングでございます。可愛い扉が。え、嬉しい、ありがとうございます。元から？元からです、元からです。へえ。なんかアンティークですよね、ちょっと、うんうん、こんな感じだ。テレビついてただけそう。わー、こんな感じです。明るい。めっちゃ日差し入るんですよ。すごい、すごい日差しが入る部屋なんですが。かわいい。そうなんです。ただなんか私的には一番こうくつろぐここお部屋の部分だと思うんですけど、うんうんうん、ここがなんかちょっとあまりにも殺風景すぎて、確かになんか無機質というか。そうなんですよ、グリーンを一回も見てない気がする。いや、そうなんですよ。なんかちょっとあれですよね、生命力感じない感じですよね、うんうん、ずっと。多分しかもこの家似合うんですよね、そういう観葉植物系、ね、ライトすごい存在感。ライトの存在感すごい。これ前の家のテイストのライトなので、はいはいはい、なんか本当はこの家の雰囲気だったら本当マミさん言ったようにちょっとグリーンを置いて、うんうん、なんかナチュラルな雰囲気にしたいなっていうのもあるんですけど。窓も大きくて素敵な、はい、おしゃれなものはいっぱいあるけど生かしきれてない。うん、何も入ってない花瓶。確かにグリーンもないけど花もない。花もない。そう、そこなんですよね、うんうん、そのちょっと未完成感という。大きいもの置いても可愛いよね。大きいものって大きい葉っぱ系ですか。そう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 、ドンって置いても可愛い気がする。なんかマミさんよく植物系好きで話されてますけど。そう、好き。いつもどこで買ってるんですか。ホームセンターとかも買うけど、うん、あのほらそれこそ美里さんがあったシェルターグリーン、はいはい、あーはいはいはい、うん、もう気になって。そうだ、そうそう、私結構しかも行ってるんですよ。確かにあの時に買ったやつどこ行った。そうなんですよ、なんかちょっとすいません殺しちゃってるかもしれないんですけど。ちょっとそれはもう聞かなかったことにしてほしいんですけど。いや、なんかちょっと大きいのとかはいけてなくて、いつも小さいやつね。そうです、そうです。育てやすいよって言われるんですけど、はいはい、本当かよってぐらい本当に心苦しくて、だからちょっと買うの躊躇しちゃってるんですけど、やっぱ知識がいりますね、育てるには、ね、なんかすごい人がいるっていうの聞いたから。はいはいはい、あの販売員、あのグリーンの、そう、先生がいるって言ったから、はい、なんかいいもの見つかるかも。ちょっともう行っていいですか、ね、そしたらその人に選んでいただきたい、うん、素人ってダメですね。ダメダメ、見てもらった方がいいかも、はい、行きましょう。部屋の写真に、はい、あの撮ってテイストを合わせてもらって、うんうん、確かに。よし、じゃあ部屋の写真を撮ってもう行けますかね。行きましょう。行きましょう。ね、ムクいる。ちゃいますよ。ムク、はい、ね、なんかほこりまみれなんだけど。ほこりまみれのムクいます。はい、それでは到着しました。じゃじゃーん、シルバーグリーンです。テンションが上がる、ね、もう可愛い。映えてます、うん、ここフォトブースみたいですよ。可愛い。ちょっと動画しちゃってるけどね。動画しちゃってますね、今日ミスったんですよ、服。可愛いんですよ、服自体は可愛いけど、グリーン仕様で、はい、なんか上から吊るされそうな勢いで、はい、ここで吊るしてもらってね。絶対カットですよ、ここで。ということで、ちょっとお家が寂しかったのでグリーンを選びにマミさんに連れてきてもらいました。で、はい、なんでちょっといろいろ見ていきたいと思います。それでは早速見ていきたいんですけど。本当だ、急に初っ端から半額を。私来たことあるんですけど、毎回毎回何かしら持ち帰ってるんですけど、そんな大きな買い物したことがなくて。あ、そうなの。そうなんですよ、ちっちゃいやつ、ちっちゃくてやっぱ電車で来ちゃうんで、なんか持って帰れなくて、今日調子乗ろうと思ってます、少し。なんかこの前来た時に教えてもらったのは、このなんか鉢とコーディネートもしてもらえる、これにはこういうのが合いますよとか。可愛い、このマッピンクの鉢とか見せるやつが。可愛いですよね。可愛い、ほんとに。マミさん好きそうな。好き好き。イエローもある。はい、今回グリーンの先生に来ていただいてます。じゃあこちらにどうぞ。じゃあ、先生に来ていただきましたんで、ちょっと私の来ていただいたお前が来たんだ。先生のいつもいる場所に私が来てるんですけど、ちょっと今日は聞いてみたいと思います。ただまあ、はい、やっぱりちょっと今環境的には植物にとってちょっと厳しい環境だと思うんですよ、はいはい、やっぱり暗さっていうのは植物苦手なものが多いです、はいはいはい、あとは玄関なんで、はい、冬とかは外の寒さがやっぱり入ってくる場所になってきますよね、うんうん、寒いんですよ、本当扉開けたりすると、そうそうそうですよね、やっぱ温度変化が激しい場所になるんで、はいはい、やっぱそういうのにも強いものじゃないといけない。なるほど。ちょっと強めの植物をご提案したいなと思います、はい、お願いします、はい。
初心者の方におすすめする植物があって、はい、このシフレラ。え、どれですか？これとこれ、種類が違うんですけど、これどっちもシフレラなんですよ。シフレラのコンパクタ、名前が違うだけで。でこれ、そうなんだ、育てにくそう、なんか繊細そう。寒さにも強いし、暗さにも強いし、大きくもなるし、ちっちゃくも仕立てられるし、結構万能選手。すごい、なんか私てっきりちょっとサボテン系もなんかわかります、ああいうのって育てやすいイメージだから、はいはい、こんななんか華奢な感じが来ると思わなかったんですけど。そうこれ結構強くて、サボテン系は基本光が必要なものが多いんで、暗いところは意外と苦手なんですよ。そっかそっか、かわいい、しかもかわいい。で、斑入りって言ってちょっと明るくしたいなっていうなら、こういう模様が入ったもの、斑入りっていうんですけど、黄色かったり白かったりするこういう模様が入るのを斑入りで、こういうものを入れるとちょっと暗い空間は明るくなります。しかもこの鉢も選べるみたいなんで。そう、鉢5種類あるんで、ブルーとピンクとグレーとホワイトブラック。あ、じゃあもう大体環境に合わせて、そう好きな色選んでもらえれば。他にちなみにこの育てやすい系でおすすめありますか？なんかどうせだったら何個かちょっと置きたいなと思って。このアグラオネマ。へえ、なんだこれは。結構暗いとこにも強いんで、おすすめはします。成長もそんなにすごく早くないんで、こちらかといえばゆっくりゆっくり成長していくので、おすすめします。かわいい、こっちもかわいいですね。これと並んでてもおかしくないですか？全然かわいい。ちなみにアグラオネマって有名な映画のレオン、はいはいはい、マチルダが持ってた最後にちょっとレオンが育てた植物、友達だって言ってた植物、これ品種は違うけど、そのアグラオネマがある植物。うわー、そういうこと言われるとなー、なんか付加価値つきますよね。大きくなるとあれですね。どれどれどれ、あれ並べたらすごい。将来的にはこうなるんだ。立ち上がってきてそんななんか木みたいになるんですね。そうなるんですよ、結構時間かかってます。でも かわいい、これはこれでかわいい、やばい、なんかペット育ててるぐらいの愛着湧きそうで怖い、そしたらこれは玄関の方で、あとはちょっとそのお部屋のこっち側なんですけど、はい、このシリーズ、かわいい。何がいいかっていうと、水耕栽培なんで、はい、さっきの今まで見てきたのって全部土に植わってるんですよ。はいはいはい。でこれは土にもともと植わってなくて、水で育てたようなイメージになるんですね。うちは養蜂元に作られている土なんで、それを使いましょうっていうのを提案していて、それがこの培地です。で、すごいんですよ。なんかこれ私触ったことあるんですけど、なんか本当に毛玉みたい、なんか毛玉取り機の中に入ってるやつみたいな感じの雰囲気なんで、こんなおしゃれだけど、触ったらなんか布っぽいんですよ。そうで、元が無菌状態からスタートしてるんで、ポリエステル培地なんで、はいはいはい、なのでやっぱり部屋の中、特に結構メインのお部屋になってくると思うので、虫が出ちゃ嫌じゃないですか。確かに、まあ、そういうのに対しては一番こういうものたちの方が虫が出にくい。そうだ、虫出るわ、絶対虫だね。私それ嫌でやってなかったんですよ、そういうのは。これはもうどれ選んでも比較的育てやすい。そうですね、ある程度明るさがあればどれ選んでも大丈夫ですね。さっき言ったこの強いシェフヘラ、はいはい、さっきちょっと紹介しなかったけど、さらに同じように強いこのサンセベリア、うんうん、あとはどちらかといえば明るいのが好きな子たちが多いので、直射日光じゃなくてレースのカーテン越しの光とか、はいはい、間接的に明るければあとは大丈夫ですね。かわいい。でもなんかこの手前にいる赤い子もかわいいな、こんな感じ。どうだろう、マミさんってこういうのどこに置くの？こういうのは棚の上に置いてる。あー、そういうおしゃれな、もうなんかこの辺置いておく。なるほど、ちょっと私なんか植物との生活がなかったんでこういうの知ってるんですけど、だからそもそもこれどうやってインテリアとして楽しむの？こんなイヤリングでしょ。そうそう、もう私ここになんか耳に垂らそうと思っちゃったぐらいいや、私本当にさっきこの置き方で、皆さんこの置き方が多分イヤリングに見えちゃう、女の子多分。ほら、アクセも売ってる、うん、アクセも売ってるってなっちゃったんで、さっき花とかもこうやって咲いて可愛いんですけどね。可愛い、お花咲いてるんですけど可愛いこれも欲しい、私ちょっとなんかこんなのさりげなく置いときたい。可愛い、この辺り可愛いんですよね、ここ。いわゆる苔玉、
かわいい。コケで玉作ってそこに植え込んでありますよ。あ、これコウモリランド、はいはいはい、こっちさっき見たエアプランツ、これエアプランツ、おしゃれ。これどん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 伸びてきて、よく見るとどうだろう、ここの辺とか伸び出してるの分かりますかね、新しい芽が。いるいるいる、ちっちゃいので気づくと花が咲いてたりもするんで、で種ができてここのままここから発芽してたりとか、でまあもしゃ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 、こいつはよく増えるんで現地とかだと梱包材になっちゃったりするぐらい、っていう話は聞いたことあります。え、でもおしゃれ、おしゃれですね。エコーすごい。このコウモリなの、これクロコダイルファンって言って、この葉っぱが特徴で、ちょっとこう、あ、ほんとほんと、ワニみたいな、ワニみたいな葉っぱの感じが特徴のクロコダイルファン。これ攻めてるの結構。あとここら辺の、これ結構珍しいんですけど、アグラオモルコって言って、ちょっと独特な、こうここでこう伸ばしていきながら、その途中途中に葉っぱが出てくる。なんかハムスターいるかと思っちゃった。ムクムクムクのお尻かと思った。かわいい。動物いるみたい。びっくりする。例えばあの場所だったら、こういうものを2個ちょっと段差変えて、あ、ここやってんな。それやっちゃってますよね、ちょっと。こう段差変えて、うわ、おしゃれ。多分上の方ちょっと大きくしてあげた方がバランスいいかもしれないね。うわ、この辺どちらかというと乾きも多少強いんですけど、コウモリラン、クロコダイルファンとかは水好きなんで、ちょっとしっかりめにこまめにあげてほしいですね。あ、なるほど。うん、光もこっちはどちらかというと明るいのが好きで、こっちはやや暗い方が好きだったりとか、多少やっぱそこは環境によって。でもあそこの感じだと直射日光は当たらなさそうなんで、はい、そうですね、当たらないと思う。多分どれもいけんじゃないかな、あそこ結構すっきりしてるんで、はい、これ窓ガラス、かわいい。これぐらいのボリューム感あっても全然いいと思います。確かに窓カズラって言って、ちょっと葉っぱに穴が開いてるのが特徴で、はい、モンステラとは違うんですか？モンステラの仲間ですね。仲間ですけど、モンステラとはまた別で葉っぱに穴が開いてるんですよ。成長するともっともっと葉っぱも大きくなってくるんで、私これ結構好きかもです。なんかボリュームあってもいいかも、うん、いいかもですよね、まあ、なんかもう妖怪みたいな。これのボリューム感があって、こういうの、こういうボリューム感が出るものってあんまり出てこないんですよ。え、そうなんですね。このさっきのもこれもそうなんですけど、結構有名な生産者の方が作ってくれてて、そこはもうあの市場とかでも、もう取り合いになっているような、予約でじゃないとしっかり出てこないような、らしいです。いいものなんで、なんかさっきのでもこう葉っぱにこう穴開いてるやつ可愛かったですけど、あっちの方がなんか珍しい感じがしますね。そうですね。私あれにしようかな。はい、それでは長い間迷いましたが決まりました。楽しかった。本当に結構多分お届けしてる映像と最終的に違うものとかも出てきてるんですけど、まあ、それぐらいいろいろちょっと見させていただいて決めたんで、今からまたお家に置きに行きたいと思います。それでは後ほど。はい、それでは買ってきました。かわいい。すごい上級者なものを買った気がするんですけど、なんか先生にね、あの吊り下げたらいいよっていうのを言われたので、こういうのもちょっと買ってみて吊り下げていきたいと思います。マミさんに手伝ってもらおうと思います。上のところと、そしてここに来るんですけどね、すごい。何これ、本当こんなの行かないと買ってなかったですね、100%。よく見るとここなんか新芽出てるんだ。うわー、かわいい。ね、かわいい。説明を受けると愛着も、愛着が湧きますね、うん、あー取れない、全然取れない。このボールちゃんに、はい、とりあえず入れようかな。大丈夫かな、サイズ。ね、どうしよう、髪の毛長いからね。髪の毛長いから。おお、あ、釣り下げるぞ。立派な、いい感じの。いけるかな、その結び方。すごいですね、うまい。おお、ここにクッション。まあこれ届かないかも。あ、これ危ない。あ、これ無理だな。これ無理だ。じゃあこれ私が、あ、いた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 。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。どう、え、おしゃれ。嘘、変わった。めっちゃ変わってるんですけど。やっぱ
グリーンあった方がね、すごいわ。うわすごい、かわいい、かわいい。よしよし、できましたね。よし、おめっちゃいい感じ。おおいい感じです。できました。すごい、マミさんにやってもらいました。ほとんどかわいい、かわいい、すごいすごい。なんか急におしゃれな部屋になりましたよね、うん、生命を感じる部屋だった。生命感じる。嬉しい、かわいい、かわいい、素敵。しかもなんかちょっと日差しも入ってきて、うんうんうん、いい感じな。やっぱ天井高いからね、上から吊る下げるの素敵、うん、できました、できました。じゃあちょっとこの辺にも買ったグリーンの、はいはいはい、あれとか置きますね。うんうんうん。じゃあ買ったね、このガラスに入ったやつも、あ、かわいい、あ、かわいい。え、これってつけとくやつなんですかね、このなんか。それ大体私外しちゃうな。じゃあ私も外しとこう。名前だもんね。あ、名前ね、うん、はいはい。どんだけ買ってないんって感じですよね。え、かわいい、かわいい。何このなんか丁寧な生活って感じですよね。うわ嬉しい、嬉しい。行ってよかった、行ってよかった。まあでもこれなんか真似してくれる人増えそう、うんうん、このこんだけ変わるんだっていう。いや結構違う、結構違ってますよね、うん、ちゃんとしてる感が急に出ましたね。はい、じゃあ続いて、はい、続いては、はい、入り口のこの玄関部分なんですけど、ここもこのなんか鉢選べたんですよ。でこういう鉢を買って、同じ鉢の色違いを変えました。こんな感じで置こうかな。おー、危ない危ない危ない、終わりそう終わりそう。これはなんかちょっと絵画みたいな感じで置いてくださいって言われてね、もうなんか置物みたい、うん、これだけですよね、うん、かわいい。入り口にちょっと置いて、こんな感じかな。わ、全然違う、本当に生命力って。これをね、栄養、これを栄養剤を、栄養剤も置いとこうかな。レッドブル、レッドブルね、植物のレッドブル。こんな感じでいかがでしょうか。素敵、いけてますよね。だって入ってこれだったら、うん、あ、ちゃんとしてるんだっていうお家ですよね、うん、でも活かせた。多分ここはこうやって使ってほしかったんですよね。だってすごい長いもん。長いのよ。なんか置いてくれと言わんばかりの棚を無駄遣いしてたので、ね、すごいめちゃくちゃ良かったです。大成功、大成功です、うん、すごい。でもこの子はちょっと日差しを浴びてほしいって博士が言ってたから、定期的に、うん、はい、日光浴しないと、日光浴しながら育てていきたいと思います。はい、それでは皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。この無機質だった部屋がこんな感じになりました。ありがとうございます。本当に博士もありがとうございました。ぜひ皆さんちょっとこんな感じでね、私もやってみたいなと思った方はシェルターグリーン川口のアリオというお店に入っているので、よかったら皆さん行ってみてください。それではチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ありがとうございました。